はい、こんにちは。大人男子ラボの宮永愛人です。突然なんですけども、皆さん古着って着ますか？僕はね、10年ぐらい実は着ていなくてですね、清潔感が古着で出せるんかっていうところが、ちょっと疑問だったんですよね。結構いろいろなところで話していたらですね、ある人が、いやいや古着で清潔感出せますよと、言ってくれる方がいらっしゃったので、今日はその方に古着でも清潔感のあるコーデが組めるよっていうのを3パターン、組んでいただこうと思っております。今日はスペシャルゲストで高濱さんをお呼びしております。よろしくお願いします。ぴょっこ、はい、どうも高濱さんです。はい、高濱の自由気ままというチャンネルで、はい、高濱で出てます。はい高濱さんは肩書き的には、はい、アパレルの企業に勤めてるんですけど、はいはい、その傍ら、はい、ファッション Vlogger みたいな感じで、はいはい、お店を訪れたりとか、うんうん、自分の好きなものを紹介したりとか、うん、コーディネートを配信したりとか、はい、っていうことをやってます。じゃあもうコーディネートには自信がある。はい、ということでもう任せてください服好き男子として、30代のコーディネートっていうところは普段僕がすごい意識しているところで、やっぱその清潔感っていうところは、30代入った中でも、うん、かなりポイントだと思ってて、うんうん、なんでその清潔感ってところでちょっとこう波長があったというかね、はい、っていうところなんで、はい、ちょっとそこで僕が何かお手伝いできたらなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ということで、前半高濱さんの方のチャンネルで、Vlog 形式でもうがっつり選んでるところをですね、撮ってあるので、そちら概要欄からご覧いただいて、僕の方ではもうこの3種類を、徹底的に僕が着て、解説していただいて、どういうポイントで着れば古着をね、清潔感あるように着れるかっていうことで、解説してもらいたいと思います。そして今回はですね、ラグタグの渋谷店をお借りしてですね、贅沢に開店前からお借りすることができまして、このね、5000ブランドぐらいあるらしいんで、この中から高濱さんのチョイスで3パターン選んでいきたいと思います。はい、それでは行ってみましょう。はい、ということで1着目は、さっき高濱さんの方のチャンネルで選んだ動画あると思うんですけど、ジャケットを使った大人っぽいスタイルっていうことで組んでいただきました。はい、ちょっとこれ解説お願いします。はい、めちゃくちゃ僕は気に入ってるというか、ハマってますよ、めちゃくちゃ。お、古着感が全くない。そうっすね、ですよね。まずはこのトレンチコートですね。ベージュっていうところで、ベーシックなんですけど、サイズ感がちょっと細め、なんか古着でよくあるそれこそ、バーバリーのやつとかは大きいんですよ。うんうん、なんでルーズな感じがお好みな方はいいと思うんですけど、やっぱりエイドさんの場合はシュッとしてるものがお好みというか、結構普段よく着てらっしゃると思うんで、なんでそれに合わせてアーペー製のトレンチコート、アーペー製のトレンチコートってめちゃくちゃ、はい、安いですね。安いです。なんか僕結構びっくりしたんですけど、これ1万6000円とかそんぐらいなんですよ、はい、古着で。これなんでこんな安いんですか？これはおそらく年代ちょっと古めなやつだと思うんですけど、はいはい、でも全然コンディションもすごい良くて、めちゃくちゃ綺麗ですよ。ダメージも全然ないので、ちょっと年式古いやつだと思います。いや、そういうのをね、探せば本当に安くトレンチ入るということで、素晴らしい。多分元値はもう5、6万ぐらいとかそれ以上すると思うんですけど、なんですけど、やっぱこういうところで探すと、はいはい、お宝探しみたいな感じで出てくるんですよ。素晴らしいっすわ。はい、シャツですね、はい、ストライプの。これどこのでしたっけ？これがセリーヌですね。セリーヌだ。じゃあ、そりゃかっこいいわ。これ多分、はい、エリースリマになってからのやつかな。うん、あ、でもメンズだったらそうじゃないですか。だと思うんですけど、もともとね、ディオールで一世を風靡した、あのエディの。一世風靡。僕はおっさんですね。やっぱそこは30代なんで。そうですね。はい。なんですけど、やっぱその彼らしい綺麗なフォルムというか、でこういう細めなフォルムで、なおかつこのラウンドも少し抑えめな、あんま長すぎないんで、インしてもいいですし、アウトしてきてもっていうところで、そうなんです。しかもあれですね、なんか思ったのが、セリーヌ、こっち、これどっちもセリーヌですけど、これセリーヌをそんなにぶっちゃけ
ポンポン挑戦できるブランドじゃないですよ、うん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 、これ定価で買ったらどぎついことになる価格だと思うんですけど、そうっすね、うん、これ合わせてだって5万ぐらいでいけますもんね、古着なんて、ね、いけますね、うん、それがすごいなって思いましたね、うん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 、でしかもどっちも切り離しても使いやすいっていう、うん、普段のあの細めなスラックスとか合わせてもらってもいいですし、はいはい、うん、でこっちは普段着ている白シャツとか、はいはい、もうバッチリあるんで、うんうん、やっぱり古着で清潔感出すにはこうサイズ感やっぱすごい重要だなって思いますね、うんうん、ジャストサイズをこんだけあるんで、うん、一生懸命探すというところなんですかね。そうですね、うん、でそこをまあ掘り当てるっていうのも、うん、こういうまあ古着探しの醍醐味なんで、はいはい、そこはぜひ楽しんでもらいたいですね、はいはい、でパンツはちょっとあの太めなんですけど、うん、まあ、あえて普段のエイトさんっぽくないようなシルエットなんですけど、うんうんうん、いやあえてスラックスを選ばないでくださいって言って選んでもらったんですけど、まあ、ちょっと一見スラックスっぽいですけどね、うん、ただでも質感がねちょっと固めね、まあ、チノパンっぽい感じというか、うん、ちょっとカジュアルな雰囲気に、うん、ワークパンツっぽいシルエットなのが綺麗ですよね、うん、めっちゃ綺麗でちゃんと、まあ、ダブルでこう折ってるんで、うん、まあ、よりトラウザーズらしいというか、うんうん、そうなんですよ、ドレッシーです。こんないい感じでちょっと次ハードル高いですけど、素晴らしい、任せてください。これ1個目はジャケットとかオンっぽいスタイルなんですけど、次はちょっと、まあ、リラックス、リラックスです、はい、これがあのいわゆるシュートのスタイルなんですけど、このシュートね、はい、シュートね、次はスローカーブの、はい、リラックススタイルを高浜さんお願いします。わかりました、はい、OK です。それではじゃあ2つ目行ってみましょう。はい、じゃあ2着目スローカブの、スローカブです、リラックスコーデということで、はい、いやこのデニムはぶっちゃけめちゃくちゃ新鮮でした。そうですよね、ちょっとこれのコーディネートのポイントをお願いします。はい、まあ、あのまずはこのデニムっていうところが結構大きなポイントなんですけど、うんうん、あくまでカジュアルなんですけどちょっと細め。そうですね、はい、なんかこうもっとちょい太めだとカジュアルでなんかこうだらしなくなっちゃったりするんですけど、まあ、アメカジっぽい、うん、これは綺麗ですね、すごく。そうなんですよ、うんうん、なんて言うでしょう、ワンウォッシュとか、うん、あのノンウォッシュじゃなくてちょっと履き込んでった風な、うん、風な加工を施しているので、まあ、ちゃんとこうこなれ感も出るっていうところが大きなポイントであることと、うんうん、あとはもうこのニットですね、うん、マルジェラの、はい、ニット層というかカット層とニットの中間みたいなアイテムなんですけど、うんうんうん、これちょっとよく見てみると透け感がややあって、ありますよね、はい、若干ね、本当だ、ちょっと横に線入ってますか、そうなんですよ、うん、このなんかまあ加工、はい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 、仕様がすごい面白くて、うん、網の表情だと思います。凹凸、うんうん、があって面白いですね、うん、多分これ普通にのっぺりしたやつだとなんだろう、特徴手があんまないというか、うん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 、なっちゃうんですけど、この柄でもない、うん、でも織でこの柄を表現してるってところが、うんうん、マルジェラらしいというか、はい、なるほど、うん、確かにこのブルーのデニムにいわゆるニットっぽいニットだとちょっと休日のおっちゃん感に出ちゃいますもんね。うん、そうなんですよ、やっぱりこういうちょっと上品なニットっていうのがこの合わせ方正解なのかなって思いますね、うんうんうん、で中からちょっとベージュを少し見せてあげるとか、うん、はい、うん、まあ、あとはあの白の無地のカットソーとか合わせてもらって、うん、裾から少しこの辺を色出してもらって、うん、っていう感じでもいいと思います。これ裸スタイルだとちょっとこれはちょっとリラックスしすぎたんでこういう感じになっちゃうんです、はい、なるほど、違う意味でリラックスしたんでなるほど、まあ、そこはちょっと中は着た方がいいで、はいはいはい、なるほど、いや新鮮でした。でも確かにこれ休日結構ね、あの毎回スラックススラックススラックスドレスドレスって感じですけど、こうリラックススタイルでデニムっていうのでやっぱ細身のものっていうのはかなりいいポイントだなと思ったので、このねヘルムトラング、はいですね、おすすめです。イエス、はい、ということで、まあ、2着コーディネートしてもらったんで、これ次、うんうん、直球いってもらおうかなと思って。いいですか、うん、なんか我慢してそうなんですよ高浜さん。もう多分顔に出てるいやもうやりたいの多分あると思うんで、清潔感軸にしてもらって、はい、僕をちょっと挑戦させるような高浜コーディネートを3つ目にやってもらっていいですか。もちろんです、お願いします。ドチョックいきますよじゃあドチョックどうぞ。
いやこれ早かったっすね決めんのもうパッパッパッめちゃくちゃこういう風に持ってきましたねリズムよく。いやでもこれは挑戦ですよ、はい、僕全くしないですもんこういうコーデ。多分それぞれのアイテム選ぶことあんまないと思います、うん、ないですないです。でもいい結構ハマってます、うん、あ本当ですか。自分の中でちょっと解説お願いします。はい、まあ、まずこのトップス、うん、まあ、一応アウターというかなんですけど、うんうん、カサブランカっていうブランドで、うん、まあ、このパイル地タオル地っぽい感じがまたポイントなんですけど、ジャージの形でありつつこの素材感で変化をつけてるっていうところがポイントです、うん、でもなんかこういうリブの部分とかがすごいしっかりしてるんで上品さはすごくありますよね。そうですね、うん、色自体もちょっとスモーキーなんですけどこのリブの配色のトーンと切り替えがすごいバランスが合ってていいと思います、うん、はいはい、で中はまあそのあくまで大人っぽさっていうところをイメージして、まあ、その僕っぽさもありつつも、うん、っていうところなんですけどあのカーキを選びました、はい、やっぱこうどっちも同系色っていうか。そうですね、ちょっとアースカラーっぽい感じでまとめてます、うんうん、アーシーです。アーシー、はい、アーシーっていうんですかまあちょっとあの白だとだいぶこのコントラストついちゃうんで、うんうん、確かにちょっとやっちゃってる感出ちゃうと思うんですよ、うんうん、なので、まあ、あのカーキとか入れて少し男性っぽさを出してます、うんうんうん、確かに、はい、でこのパンツはパンツめっちゃこれいいんですけど面白いですよね、うん、面白い。これ何が面白いかっていうとこれちょっと回っていただくと、はい、後ろがベルベット素材なってるんですよ。これこういう一癖いいですよね。そうなんですよ、うん、でしかも今のトップス着てると本当に見える面積が少なくなってくるんで、うん、あんまり抵抗なく履けるかなと、うん、前面に押し出すことがないので、うんうん、はい、でも前はこういういいっすね、まあ、スタンダードなトラウザーズ、うん、はい、結構こういう上にボリューム持たせるときって下は細め選ぶことが多いですか。まあ、僕でって言っちゃうとどっちもルーズなスタイリングもあるんですけどちょっとそれやっぱ抵抗ありますよって方はもう細めにした方がバランスは取りやすいです、うん、なんかすごい結構こういうどっちもジャストサイズを着がちなんですよ僕は。なんですけどこっち結構オーバーサイズじゃないですか、うんうんうん、これの時にどうやったらいいんだろうなと思ったんですけどやっぱこういう V のラインっていうかそうですね、うわすごく綺麗ですね。逆 A シルエットというか、うん、はい、おしゃれですね。さすがですね、大人男子のための、はい、入稿ですね。そうですね、はい、はい、ということで3つ組んでいただきました。ありがとうございました。とんでもないです。いやなんかねあの清潔感コーデっていうところでしかも古着でっていうので、まあ、正直不安だったんですよ僕。不安だったけどいいっすね。なんか悪くなくないですか、うん、たまにこういうのもめちゃくちゃいいし、やっぱそういうラグジュアリーなブランドに挑戦しやすいっていうのと、なんかこうこういうね遊びの効いたアイテムも挑戦しやすい、そこが魅力かなって思ったんで、ちょっと新たにね30代入ってからもブランド古着全然あり、うん、だしこのままちょっとあのもっと年代古いガチ古着もありなんじゃないかって思ってきましたね、うんうんうん、あ本当ですか、はい、あよかったです。今度またガチ古着やってください。あ、行きましょう行きましょう、はい、もうちょっとヴィンテージで大人っぽいのとかやりたいです。うーん、大人清潔感、ね、はいはいはい、はい、古着のそういうガチのってなるとまたハードル上がるんですけど、うんうん、まあ、任せてください、はいはい、ということでやっぱね30代になってもあのファッションは楽しむべきだなって思ったんで、うんうん、まあ、これからね僕もちょっと真っ黒なコーデとかあのずっと20代前半にずっと着たやつアイテムをずっと着るみたいなちょっとやめて、うん、またちょっと挑戦したいなと思いました。ありがとうございました。いやこちらこそ、はい、ありがとうございました、はい、何か役立ってもらえれば、はい、ということで、僕の方のチャンネルではこういう風に解説したんですけども、高山さんの方のチャンネルで Vlog 方式で、がっつり選んでるところねちょっとふざけながら、ご紹介してますので、そちら概要欄から見ていただいて、ご協力いただいたラグタグの渋谷店めちゃくちゃいいですし、5000ブランドぐらいあるって言ってましたよね。5000ブランド、はいはい、本当に詰まりまくってるんで、ぜひ渋谷店の B1 でねお買い物していただければいいなというふうに思います、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。